どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、空港のラウンジサービスってありますよね。最近ね、非常にねよく聞かれるようになってきて嬉しいわけなんですけども、空港にあるラウンジって種類があるじゃないですか。カードラウンジだったり、航空会社のラウンジ、あとプライオリティパスのラウンジだったりしますよね。まあここら辺のね、入室条件等々ですね、結構ね質問いただきますので、今回の動画ではこちらの解説ねやっていきたいなと思います。ということで、非常に分かりづらいですよね。種類もたくさんありますし、まあ、有料なのか無料なのかもねよく分かんないですよね。でまあ一応入り口とかにね書いてあったりしますけども、まあそれも分かりづらかったりしますよね。ということで今回ね一応整理させてね解説していきたいなと思うんですけども、ラウンジっていうのはですね、主にね3つのラウンジにね分けられます。まずね、一つ目がクレジットカードで入れるラウンジですね。で、二つ目が航空会社のラウンジですね。で、三つ目がプライオリティパスで入れるラウンジっていった形になります。で、まずね、クレジットカードラウンジからね、紹介していきたいなと思うんですけども、クレジットカードラウンジっていうのは、対象のクレジットカードと当日の搭乗券をね、見せれば入ることができます。またね、有料でもね、利用できるところが多くなっておりまして、こちらね、羽田空港のパワーラウンジのね、公式サイトなんですけども、パワーラウンジノース、サウス、ノース、セントラルということで、有料でもね、利用することができて、料金は1100円。4歳から12歳までは550円。0歳から3歳までの方は無料でね、利用することができるっていった形になります。まあ、これはね、あくまで羽田空港のパワーラウンジのね、説明っていう風になりますんで、この有料で利用できる、できないとかですね、料金については、まあ、ラウンジごとにね、異なるっていう風になりますんで、もしね、カードラウンジ、ここの空港のカードラウンジを利用したいっていう方はですね、空港のねホームページとかでね確認していただければなと思います。羽田空港のパワーラウンジだと、搭乗券と対象のクレジットカードで入ることもね無料で利用することができて、こちらのゴールドカードっていうクラスのねクレジットカードであれば、本人のみですね無料で利用することができます。でこちらのねゴールドカードとかカードの種類とかね、こういったものもですねラウンジによって異なるっていう風になりますんで、これはね羽田空港のパワーラウンジだと、このカードのゴールドカードクラスであればですね利用することができるっていう風になるわけなんですけども、まあこれがね他の空港だとこのカードのゴールドカードは使えないみたいなね、まあ、そういったこともねありますんで、まあ利用される方はですねよくね確認されてください。またですね、アメックスのクレジットカードありますよね。アメリカンエクスプレスのクレジットカードの場合は、グリーンカードを除く他のねクレジットカード、アメックスのゴールド、プラチナ、ビジネスのねグリーン、ゴールド、プラチナとかありますし、ヒルトンアメックスとかマリオットアメックスとかねありますよね。まあ、こういったクレジットカードに関しては同伴1名までね無料で利用することができます。ちょっとね、ここもややこしい話になって申し訳ないんですけども、このアメックスが発行しているクレジットカードっていう風になりますんで、セゾンアメックスとかね、こういったカードはね、対象外になるんですけども、まあ、ヒルトンアメックスとか、マリオットアメックスとか、アメックスのプロパカードとかね、ここら辺であれば、同伴1名までね、グリーンカードを除いて利用することができるっていった形になります。これね、結構強い特典で、アメックスのね、家族カードのね、無料のクレジットカードであれば、ご夫婦でね本カードと家族カードを保有していただいて、そうすると同伴1名ずつね利用することができますので、家族4人でねカードラウンジ利用するみたいなね、まあこういったこともですね利用することができるっていった形になります。それでは次にカードラウンジのサービス内容なんですけども、実際のね内容が見たいっていう方はですね、まあ昨年ダイヤモンド修行した時にね結構映した部分もありますんで、まあそちらね見ていただければなと思いますので、概要欄にね貼っておきます。でサービス自体はですね、ソフトドリンク、昔は雑誌とか持っておいてあったんですけど、今はもしかしたら、まあ、コロナ等々でね休止になってるかもしれないですね。あとお化粧室っていう風になっておりまして、まあ、基本的にはですね、まあ、ソフトドリンクを飲んで、まあ、ちょっとゆっくりする、あとはもう座席でお仕事するみたいなね、まあ、そういった感じですかね。で軽食とかねアルコールに関しては一応提供はあるんですけども、無料ではねないって言った形になりますんで、有料でね利用する形にはなりますけども、アルコールとか軽食とかもね提供があります。でこのねカードラウンジっていうのは基本的にねアルコールが有料っていう風になっているわけなんですけども、中部国際空港のねカードラウンジはこれも結構有名なんですけども、中部国際空港のカードラウンジはですね、お酒
はね無料で提供されてるんですよね。これねぜひ羽田にもね欲しいなっていうふうに思うんですけども、まあ、こちらもね中部国際空港ね利用されている方はゴールドカードと搭乗券持ってればですね入ることができますんで、アルコール無料で利用することができるっていうふうになりますんで、ぜひね覚えておいてください。またね羽田空港のパワーラウンジに関してはですね制限エリア外にもねありますので、まあ知ってる方もいらっしゃるかもしれないですけども、このカードラウンジっていうのは羽田空港に関してはですね出発時もね利用することももちろんできるんですけども、到着時もね利用することができるっていう風になりますんで、もしね羽田空港到着してですねちょっとね一息ついてから帰りたいとかですね、ちょっと喉が渇いたからソフトドリンク飲みたいなんていう時はですね羽田空港のね制限エリア外のパワーラウンジね利用していただくのがねおすすめっていった形になります。それでは次にね航空会社のラウンジですね。今回ね ANA ラウンジと ANA スイートラウンジで話ねさせていただきますけども、まず ANA ラウンジですね。 ANA ラウンジの入室条件っていうのは ANA のねステータスを保有されている方、国内線の場合はプレミアムクラスを乗られている方、国際線であればプレミアムエコノミークラス以上のね利用の方はですね、これにプラスしてスターアライアンスグループの飛行機をね利用している時にこの ANA ラウンジっていうのはね利用することができるっていった形になってるんですよね。ですのでまあ私がですね ANA のダイヤモンドステータス持っておりますけども、 JAL の飛行機を乗るっていう時に ANA ラウンジっていうのは基本的には利用することができないんですよね。まず昨日の動画でね利用しましたけども、あれはねプライオリティバスで入っておりますのでステータスで入っているわけではないんですよね。まあちょっとここねややこしい部分にはなるわけなんですけども、航空会社のラウンジっていうのは基本的に ANA だったらスターアライアンスグループの運航便の時に利用できるっていう感じになるんですよね。まあ JAL の場合はワンワールドねグループの運航便であれば JAL のねラウンジが利用することができるっていった形になっておりまして、この航空会社のグループによって、まあ、入れるか入れないかね決まってくるっていった形になってるんですよね。私もね SFC 修行した時に初めて知ったんですけども、かなりね赤っ恥でしたね。私は LCC で入って利用しようとしたのかな、その時はスイートラウンジ利用券を持っていたんでそれで入ろうとしたんですけども、あのグループが違うんでね入れませんということで、かなりね赤っ恥でしたけども、まあこういった感じでね利用するね航空会社によって利用できたり利用できなかったりいたしますのでね、この点はねご注意ください。またですね国内線の ANA ラウンジありますよね。こちらに関してはANA のプラチナカードを持っていると入ることができます。これもねややこしいですよね。 ANA の国内線の ANA ラウンジは ANA のプラチナカードを持っていると入ることができるんですよね。ですけども国際線の ANA ラウンジはですねこのプラチナカードを持っているだけでは入ることができないっていった感じになるんですよね。これもややこしいですよね。ひとまずプラチナカードをね保有されている方は国内線の ANA ラウンジはですね搭乗券を持っていれば入ることができるっていうふうになりますんで、まあほとんどね知ってる方だと思いますけども、一応ねこの点は覚えておいてください。またね ANA ラウンジに関してはですね有料で利用することもできます。こちらね国内線の対象ラウンジなんですけども、新千歳から那覇のね ANA ラウンジ並んでおりますけども、国内線に関してはこの対象ラウンジがですね1回3000円で利用することができます。3歳未満の方はね無料っていう風になるわけなんですけども、国内線の場合はねこういった感じで有料でね利用することもできます。で国際線の場合はですね羽田成田ホノルル空港の ANA ラウンジに関しては1名事前でね申し込みしていただくと4000で利用することができます。ホノルルの場合は40ドルでね利用することができて、当日カウンターだと羽田成田だと6000円、ホノルルは当日は対象外っていった形になります。 ANA ラウンジはですね国内外ともにですね有料で利用することもできるっていう風になりますんで、まあ、どうしてもねラウンジを利用されたいっていう方はですね一応ね有料でもね利用することができるっていった形になります。それでは次にサービス内容ですね。国内線は Wi-Fi、ソフトドリンク、お酒、あと雑誌とかのねサービスがあります。で国際線はですね Wi-Fi、ソフトドリンク、お酒、食事、シャワーっていった形になりまして、ちょっとねサービスが拡大するっていった形になります。 ANA のね国内線のラウンジにはですね食事のサービスはねないんですよね。食べ物は基本的にあられぐらいしかねありませんので、この点はねご注意ください。国際線になると ANA ラウンジでもですね食事の提供があって、そば、うどん、ラーメンといったねヌードルバーも提供があります。
ますし、カレーとかサンドイッチとかね、そういったものも結構幅広くですね提供されるっていった形になります。それは次に ANA のスイートラウンジですね。こちらは ANA ラウンジより一つ上のねラウンジっていう風になります。 ANA スイートラウンジの入室条件は ANA のダイヤモンドステータスを持っている方、もしくはミリオンマイラーの方ですね、もしくは国際線ファーストクラスの利用の方、もしくは ANA スイートラウンジ利用権を持っている方のみ入ることができるっていった形になります。サービス内容ですね、国内線の場合であっても ANA スイートラウンジになるとですね、おにぎりとかパンとかスープ、味噌汁とかね、こういった軽いお食事のねサービスが追加になります。またね、お酒、ソフトドリンク、シャワーっていったねサービスもありまして、このシャワーはね羽田空港だけだったと思いますけども、まあ、こういった感じでですね、スイートラウンジになると国内線でもですね食事の提供がね入るっていった形になります。で、国際線の場合はですね、羽田空港であれば海鮮丼であったり、成田空港であればお寿司っていった形で、結構ね高級なねお食事もいただけるっていった形になります。もちろんね ANA ラウンジでね提供されているヌードルバーであったり、お酒、ソフトドリンク、シャワーといったね、そういったものもですね提供されているっていった形になります。またですね、国内線のスイートラウンジっていうのは ANA のね国内線のプレミアムクラスってありますよね。普通席とプレミアムクラスってあって、上級の座席の方ですね、こちらに搭乗した場合であってもですね、このね ANA スイートラウンジって入ることができないんですよね。ですので基本的に ANA のね上級のステータスを入っている方のみね入れるラウンジっていった形になります。でですね、 ANA ラウンジと ANA スイートラウンジね説明させていただいたわけなんですけども、 ANA の国際線のラウンジありますよね。先日のね動画でもね出しましたけども、今ね ANA ラウンジの国際線のラウンジですね、プライオリティパスでね利用することができるっていった形になってるんですよね。正直これはねいつまで続くかっていうのは全然わからないです。今年いっぱいね続くかもしれないですし、あと数日で使えなくなるかもしれないですし、まあしばらくずっとね来年再来年使えるかもしれないんですよね。まあそういった感じで、今現在はですね ANA の国際線の ANA ラウンジっていうのはプライオリティパスでね入ることができるっていった形になってるんですよね。まあもちろんね私の動画でもね結構言っておりますけども、混雑していると入れないんですよね。基本的にステータスを持っている方をね優先するっていう風になりますんで、一応ねプライオリティパスでもね入ることはできるんですけども、まあもちろんね私の動画でね再三言ってる通り、時間帯によってはですね断られる可能性もねあるっていった形になりますんで、この点はね覚えておいていただければなと思います。それでは次にですね、プライオリティパスって何ですかって話ですよね。プライオリティパスをね説明に入りたいなと思うんですけども、このプライオリティパスっていうのは、こちらがねプライオリティパスっていう風になっておりまして、これがですねプライオリティパスで、これが何なのかっていう話なんですけども、これはねラウンジに入れる会員カードっていう風になってるんですよね。で、このプライオリティパスっていうのは会員がねステータスで分かれておりまして、こちら公式サイトなんですけども、スタンダード、スタンダードプラス、プレステージっていった形で、スタンダードは$99、スタンダードプラスは$299、プレステージは$429ということで、まあ値段でね分かれているっていった形になってるんですよね。ですんで、プレステージ会員であれば年間$429はねかかるわけなんですけども、年間何回でもですねプライオリティパスをねラウンジに利用することができるっていった形になってるんですよね。で、このプライオリティパスがあるとですね、搭乗券とプライオリティパスだけあればですね、世界1300のねラウンジが利用することができるっていった形になってるんですよね。で、このプライオリティパスのね強いところはですね、利用する航空会社をね選ばないという点なんですよね。先ほど ANA ラウンジ、 ANA スイートラウンジのね話をさせていただきましたけども、 ANA ラウンジっていうのは基本的に、まあ、今ね国際線の ANA ラウンジはプライオリティパスでね入れるってさっき話しましたけども、基本的にはこの航空会社のラウンジっていうのはそのグループの飛行機を利用していないとですね利用することができないんですよね。 ANA であればスターアライアンスグループ、 JAL であればワンワールドみたいな感じでグループがありますよね。ですので、そこのラウンジを利用したいっていう場合はですね、その航空会社のグループのね運航便を利用していないとですね、そのラウンジはね利用することができないっていうわけなんですけども、このプライオリティパスっていうのはですね、そういうのがね一切なく、このプライオリティパスと搭乗券さえあればですね、ラウンジがね
入れるって形になってるんですよね。ですので先ほど言ったね ANA ラウンジに関しても今ねプライオリティパスで国際線入れますよって話をしましたけども、 ANA のね羽田成田の ANA ラウンジに関してはこのプライオリティパスと搭乗券さえあればですね、 LCC を利用してたとしても、まあ、混雑等々で、ね、断れる可能性はありますけども、入れる時間帯であればですね利用することができるって形になってるんですよね。いや非常に便利ですよねこのプライオリティパスですけども、まあ、先ほど言った通りですね年間の料金が高いですよね。429ドルということで今普通に発行しようとしたら、まあ、5万とかねかかりますよね。まあさすがにねめちゃくちゃ高すぎますよね。でこのプライオリティパスはねこのプレステージ会員であったり年間何回だったりね利用することができるクレジットカードを付帯しているのをね作って利用されるっていうのがね一般的っていう風になります。私もねアメックスプラチナだったり、まあ、ちょっともう先日解約しちゃいましたけども ANA アメックスゴールドとかね保有しておりましたけども、まあ、そういったクレジットカードを保有してこのプライオリティパスをね発行して、まあ、無料でね使わせていただいているっていった形になります。年間ね2回このプライオリティパスねラウンジ利用したいっていう方はおすすめのカードとすると ANA アメックスゴールドだったりアメックスゴールドカード、このクレジットカードはですねこのプライオリティパスね発行することができて2回まで無料でね利用することができます。で年間何回でもね入れる有名カードだと楽天プレミアムカードですね、こちら年会費11,000円、またセゾンアメックスゴールドクレジットカードですね、こちら年会費11,000円でプライオリティパスねプレステージ会員何回でも入れる会員ね加入するとプラス11,000円かかるわけなんですけども、こちらもね年間何回でもね入れるクレジットカードっていう風になります。セゾンアメックスゴールドカードはですねちょっと前のキャンペーンで永久年会費無料キャンペーンがありましたので、それで保有されている方とかはですねこちらに11,000円課金してプレステージ会員のプライオリティパスね発行するっていうのもおすすめっていた形になります。それ以外には MUFG プラチナカードですね、こちら年会費22,000円なんですけども、こちらの強みはですね家族カードが無料で発行できて、その家族カードもプライオリティパスねプレステージ会員で利用することができるんですよね。ですのでご夫婦とかでねプライオリティパス欲しい方はですねこちらのカードね発行していただくとご夫婦でプライオリティパスね、無料で入ることができるんですよね。基本的にこのプライオリティパスね楽天プレミアムカードとかセゾンアメックスゴールドとかねお話しさせていただきましたけれども、基本的に本会員しか利用することができないんですけれども、この MUFG プラチナカードに関しては家族カードも発行できて、家族カードのこの P プライオリティパスもプレステージ会員で何回も利用できるっていう風になりますんで、ご夫婦でね使えるっていう点ではですねかなりおすすめっていった形になります。 MUFG プラチナカードは今ねポイントサイトの案件出ておりますんでプラス5500円ぐらいになるかな、はい、27,500円ぐらいのね案件、こちらの案件ね今出ておりますんで気になる方はですねぜひね概要欄に貼っておきますのでぜひチェックしてみてください。それでは次にですねプライオリティパスね非常に便利だと思いますよね。で日本国内ねじゃあどこにあるんですかっていう話なんですけども、日本国内にはですねほとんどありません。先ほど言った ANA ラウンジの成田羽田、それ以外だと中部国際空港のピザレストラン、こちらでも利用することができます。日本にはねこの3カ所、まあ3カ所っていうか、まあ羽田空港は多分1カ所、成田空港は確か2カ所の ANA ラウンジが確か入れたと思いますんで、まあ、全部で4カ所になりますかね実質的には。はい、ということでそこだけしかね利用することができないんですよね。中部国際空港のピザレストランっていうのはこのプライオリティパスでね利用することができて、またレストランっていう風になりますんで、いくら分までがね無料で利用することができるみたいなね、まあ、そういった感じになるわけなんですけども、こちらですね国際線だけではなくてですね国内線利用時もこのピザレストランねプライオリティパスで利用することができるっていう風になっておりますんで、中部国際空港はねメイン利用の方はですねプライオリティパスね持っていれば食事ねアルコール無料で利用することができるっていう風になりますんで、セントラねメインの方はプライオリティパスね持っていて損はないのではないのかなと思います。ということでババッとね解説させていただきましたけども、いかがだったでしょうか。ちょっとね番外編ということで羽田空港国際線ターミナルでこちら MI カードゴールドプラスなんですけども、こちらね動画内でも結構紹介させていただいてるんですけども、羽田空港国際線にはティアットラウンジっていうスカイチームの指定ラウンジになっているラウンジがあるんですよね。それがこのね MI カードゴールドプラスだったり MI カードゴールドで、ね、入ることができます。でこのプラスの方は11,000円で、こういったね
クーポンも届いて、これもね結構お得に利用できるんで、私はこのプラスにしたんですけども、こちらね普通のゴールドカードだと5,500円、こちらのプラスだと11,000円の年会費がかかるわけなんですけども、どちらのクレジットカードもね初年度年会費無料キャンペーンをね今やってるんですよね。入会後何ヶ月以内にいくら分決済してくださいみたいなね、まあ、そういったね感じのキャンペーンで、私のこれはね5万円とかだったんですけども、まあ、ハードルもねそんなに高くなくて、初年度の年会費ねかからず利用することができるっていう風になりますんで、1年間はですねラウンジ無料で利用することができるっていう風になりますんで、リンクね概要欄に載せておきますので、この羽田空港のティアットラウンジはねめちゃくちゃ空いてますんで非常におすすめです。はい、もう本当に空いているという贅沢って言ったあれなんですけども、利用している人がねいらっしゃらないんで、本当にねくつろいで利用することができるっていう風になりますんで、ぜひね利用されてみたい方はですね、そちらもねぜひチェックしてみていただければなと思います。ということで今回の動画はですねちょっと長めに、ね、なってしまいましたけども、こんな感じでね終わりたいなと思います。この動画が役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ Twitter もやってますんでフォローチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。